こんにちは。こんにちは。はい、今日は神田さん、何かお知らせがあるということで。そうです。10月の23、24で、大宮駅の東口にある、まるまる東日本というテナントショップにてですね、イベントをやることになりまして、そのゲストで、吉本の大宮劇場の、大宮セブンの皆さんに来ていただくことになりまして、お越しいただいたので、紹介したいと思います。はい。どうぞお越しください。どうもどうもよろしくお願いします。盆栽盆栽盆栽あざーすごい。うるさい、おごそかに。盆栽は俺おごそかに。アタックアタック、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サモンズの大波です。阿部です。ジェラードの海野です。上地です。アタックアタック一緒です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。すいません、こんな声になっていいんすかね、これ。はい、お前らの大声で盆栽 2,3 個倒れたんですよ。よしよしよし、3本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 、はい、普段大宮の劇場で、はい、活動させていただいてまして、はい、今日は盆栽町のね、こちらの PR ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、イベントやるっていうことでして、はい、その時に、ふとして植え替え体験っていうのをやりますので、はい、体験していただいてですね、はい、魅力を伝えていただくと、 あとは盆栽の見方とかですね、やっぱ新しい人に届けたいということなので、はい、宣伝していただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。今回ちょっと芸人さんたくさんいますので、はい、MC の方を、はい、タモンズの大波さんに、はい、お願いいたします。お願いします。10月23日24日に大宮駅より徒歩1分のあんなちっちゃいカップ見たことないですよ。すいません、用意が用意が取れなくて。ええねお前、言わんでも。右サイドビリビリじゃないですか。ビリビリじゃないですか、右サイド。うちの社員の手がカンペにカブって呼ばれへんで。10月23日24日に大宮駅より徒歩1分の丸々東日本にて、はい、大宮が盆栽の町って知ってた、うん、大宮盆栽村 in 丸々東日本を開催します。はい、世界に誇る盆栽の すいません、長々と。あそこですね、武蔵屋の真ん前のとこですね。あ、そうです、はい、あ、そうです、そうです、そうですね。武蔵屋って詳しく言ってここで笑いが来ると思って思うのやめてください。じゃあまずは、はい、皆さん盆栽はやられたことないですよね。ないですね。なのでちょっと簡単に盆栽の説明をカンタさんの方からしていただくということで、はい、お願いいたします。はい、一応、はい、この庭園、まあ、うちは東樹園という園なんですけど、うん、大小の盆栽があると思います、うん、各盆栽ですけども、こんな樹種が、樹種っていうか種類があるんですね、はい、でまず大きく分けて盆栽は2つありまして、はい、雑木盆栽っていう、雑木盆栽、はい、例えば落葉樹、もみじとかですかね、うん、あとは欅とか、うん、そういったものを雑木盆栽と言います。でもう一つ今ここにあります黒松とかですね、小白盆栽、その2つが盆栽の中では一応2つの大きなジャンルとなってまして、うん、自然の厳しさっていうのを出してあげるのが盆栽になります、ね、なるほど、はい、なんか僕らの、ね、イメージとしてはこういうなんかこう、うん、ね、和風のこの大豪邸の、はい、今にドーンってあるっていう感じします。こういうちっちゃいやつもあるんですね。そうですね。ちなみにこういう台に乗ってるのっていうのは 何なんですか。これは転写台と言いまして、木工の加減を1週間に1度ぐらいですかね、うん、回転させてあげて、盆栽全体に光合成させてあげたいという意味がありまして、そうなの、え、回るんですか。いや、すごい中華料理みたい、高級中華のね、高級中華テーブルみたいな。わえ、これでいくらぐらいするんですか。これだいたい、まあ、スーパーカー1台分ぐらいですかね。スーパー、これ走るんですか、じゃあ。そういうことです。スーパーカーと同じぐらいの値段。あ、値段ってことですか。同じ機能ではない。やっぱ大きい方がお高いとかあるんですか。そうですね、やっぱり大きいのは自然的に高くはなりますけど、まあね、ただ、盆栽っていうのは樹齢とあとはかっこよさで大体値段が決まってきますので、うん、まあ、大きければ高いっていうわけでもないですね。逆に小さければ小さいほど高いっていうのもありますし、うん、まあ、でも僕こっから見たら
彼よりこっちの方がかっこいいですもんね。かっこよさで言ったら。誰と？え、僕よりですか？うん、全然こっちに告白したいもん。いやいやいや、でもね、丸すぎるやろこいつ。いや何も喋んないじゃん。こっちついても何も楽しくない。いや楽しいやろ見てて。でも僕多分むちゃくちゃ似合うと思うんですよね。あこの盆栽界の盆栽界の多分異端児になると思う。だからめちゃめちゃ似合うな。情熱大陸がいい。お前が作ったみたいな感じや。これちなみにどういうものを表現してるんですか。これは海外の新種のブロッコリー。違うでしょ、ブロッコリーイメージして。どこがですか。はい、ここからが弱いんかな。そうやな、確かに。ワンショットの時は一番強かった。一番強かったですけど。絵はめっちゃいいんだけど、ね、汗が吹き出てるもんね。そうですね。ね、お求めやすいですよね、これ。例えば3000円とか。お求めやすいものをもありますので、うん、今回のイベントではですね、初心者の方でも気軽に、うんうん、お買い求めていただけるように、うん、価格帯の低いのを中心に揃えてありますね。これでいきますもん、2500円です。2500円、いけるね、これだと。めっちゃ可愛いな、これ。まゆみっていう。まゆみちゃんですね。こんなんね、一人暮らしのお家にちょんちょん置いててもいいですよね。これぐらいの値段だと僕みたいにバイトを掛け持ちして頑張ってるぐらいの芸人でも買えますよね。まあまあ買えるんじゃないですか。掛け持ちしてるんですか。掛け持ちしてるんですよ。あ、そうなんですか。何と何掛け持ちしてるんですか。一つはセブンイレブンです。あ、レジ打ち、セブンイレブン。はい。で、もう一つがセブンイレブンです。変やな、お前。変な掛け持ちの仕方やな。なんでよそ見る。どことどこでやってんねん、お前。1個は渋谷の方でやってまして、うん、渋谷でやってんねん。もう1個が浦和です。どこ住んでんの。どこ住んでんのお前。じゃあ神田さん続きを、はい、一応ですね、今回ですね、植え替えしていくにあたってですね、5種類の、はい、はい、樹種を用意しました。5種類、はい、で、一つはこの黒松。黒松あとはこのピラカンサっていう実のなっているやつですね、はい、これはすごい実になってとても可愛らしい。可愛いですね。お花も小さくて可愛い。可愛い可愛い。はい、でこちらが新柏っていう。新柏。濃いなそれも。はい。これは今世界中で人気の木でして、特に中国とかベトナムとかで相当人気の木で、だいぶ値段の高いような木なんですけど、やっぱり価格帯の低いものもありますんで、こういう今回はそういうのを用意しました。あとちょっとちっちゃいんですけど、ベニシタンっていうやつ。可愛いベニシタン。ちょっと今この状態だとあんまり分かりにくいかなと思うんですけど、これも実になるものでして、うん、小ぶりな葉っぱと小ぶりな実でとても可愛らしいものになります、うん、であとはもみじですね。で今回、ちょっと用意してあるのはデショウジョっていう、木でして、ちょっと赤い、紅葉したような色のものです。でこれは山もみじというやつなんですけど、やっぱり涼しげな印象で、秋口になるとやっぱり赤くなって紅葉を楽しめるようなものになりますので、今回のイベントで作っていただいたら、やっぱり秋の紅葉を楽しめるようになるかなというようなものですね。で、盆栽を観賞にするにあたって一番重要なのがですね、盆栽っていうのは自然の様子を表しています。なので、自分が小人になったようにですね、下から覗いていただくとですね、その木が大木に見えると思う。あ、見える。本当だ、見える。これやばいっすね。この棚っていう、まあ、弾みをつけてあげるとですね、やっぱり綺麗な状態で、ちょっと枯れてるというか、はい、こういうのを表現するのが盆栽なんですか。そうですね、自然の厳しさっていうのを表現してあげるのが盆栽になりますので、白い部分をシャリと言いまして、うん、白い部分はもう完全に枯れてしまってるんですね。でこの茶色いところのみで生きています。はい。でそれによってですね、例えば風雪とか雨とか厳しい自然環境でこの木が枯れ果てたっていう情景を出してあげるっていうものですね。下から見たらなんかユッティさんみたい。強烈。ユッティさんみたい。でもなんかこの白いね、このシャリの部分がまあその人の曲線部分に見えて、でこの茶色い部分がその上品なジャケットを着ているかのように
僕には見えますね。言わんでいい、それぐらいやったら言わんでいい。マジで 誰かに例えると思ったんだけど、うん、なんかモデルがいるかと思ったけど、それぐらいやったら我慢して、いやいやちょっとはい、やっぱそろそろ職人としてな。ちなみにお手入れとかどういう結構難しいんですか。基本的に育てるにあたってはお水をしっかりあげていただくっていうのは、あ、それだけで、はい、ところどころやっぱり、植物ですので伸びたところを剪定してあげるっていうのもありますけども、あの基本的にはお水をしっかりあげていただければあの状態維持できると思います、ね、じゃあお手入れも比較的簡単ですね。そうですね、あの物によって難しいのや簡単なのはありますけども、今回用意しているやつはですね、基本的にお手入れは簡単なものですので、うん、これ大丈夫ですか。そうですね、これは剣貝っていう、これも自然に我々がそういう針金とかを駆使してこの形にしたんです、うん、そういうことだな。あえてってことですか。あえて、うん、例えばちょっとこういう高いところに飾ってあげると、まあちょっと何ですかね、なるほど、崖からせり出してるような形。逆にこれをちょっと思ったんですけど、はい、これをいいですか、はい、壁にね、こうやったらまたちょっと、そうですね、ちょっと違った形にも見えますよね、はい、ありがとうございます。ちょっとお前そのいい提案、そうちゃんとしたことも言うんだ。いやもちろんよ。なんでちゃんとしたこと言って俺頭叩かれない。お前一番盆栽師っぽいからね。どういうのがかっこいい、うん、そうですね、それはもう各々の感性ですね。ですね、これも3つだったらどれですか。いやセンス問われるよな、これ。あこれ、うん、確かにこれはセンス問われるよ、うん、もう家がもうめちゃくちゃ広い手で広い、ね、うん、自分家に持っていくとしたら、せこれ、はい、せーので刺す、はい、あ、せーので刺しましょう。この目ですよ、ええ格好すんなよお前。あ確かに、いいもう本当にもう、うん、素直にいいなって思ったやつ。第一印象で決めてましたもん。じゃ一番少なかった人が、じゃあ盆栽じゃあ1個買って帰るってことでしょ。ああいいよ、はい、なんで罰ゲームですか。いや罰ゲーム、罰ゲームっていうか。いくよ、はい、いきましょう、うん、せーの。ちょっと待って、うわ、え、海のはこれです、これです、これはい、わ、亀地は僕これですね。ダセーダセーこいつ、みんなこれですか。あ、じゃあ俺これも、もう自分飲んでみました。亀地購入で、あ、ありがとうございます。これいくらですかね。これちょっと高いですけど、25万ぐらい。あ、じゃあ今月分で買います。これもいいんすけどね。これもええねんで、うん、はい、分かります。感性が若いのよ、うん、こう落ち着いた男性はやっぱこれよ、これよ。いや分かるんですけどね、どうせそれ行くんだろうなと思ってます。ひねくれた考えだ。いやさっき下から見た時もめっちゃかっこよかった。お前いやさかっこよ、うん、でもこっちだってね、下から見たらもうすごい、もう本当になんかトトロの世界、夢の世界、トトロの世界下から。おのおのやっぱ違うんですね、その、うん、そうですね。なので今回の体験ではそれぞれ好きなやつを選んでいただいて、はい、あの作っていただければなと思いますね。よっしゃ、いや楽しみ、はい。こちらに商品を用意したので、はい、この中で選んでいただきたいと思います。我々は植え替え体験させてもらえるということ、はい、右からですね、黒松で、はい、これが先ほどの上地さん選んだビラカンス、うん、ビラカンスですね。でこれが心拍、皆さん選ばれたやつです、うん、でこれがベニシタンってやつ、うん、でこれがモミジですね。この中で選んでいただいて、でこの中の鉢がありますので、好きな鉢に入れていただければなと思います、うん、組み合わせとかもやっぱセンス問われますから、うん、確かに、はい、やっぱ黒松と心拍、うん、男だったら行きたいところありますね。まあそうね、うん、だから2人しか行けませんのでね。あそうですね、ベニシタン行きたいですね。ベニシタンはドラフト1位ずっとベニシタン行きたいですけど。あじゃあ岡道ベニシタン行きよ。これベニシタンですか。これベニシタン、あこれさっき身になってなかったですもんね。そうなんですよ、さっき右がなってたのはこっち、こっちですね。ピラカンス、ちょっとベニシタミーナっていうのみたいなもん、ちょっと虜です。でもこれとじゃあ上地どの器選ぶ。そうよ、いやこれ難しいよ。この、まあ、基本この色の実がなるってことですか。そうですか、赤い、はい、赤い実ですね。わあこれ難しいな。上地どうすんのよ。難しいよ上地。笑われるぞ。ちょっと待って、全世界の人に笑われるぞ。うわもうこれでグラタンみたいなやつ選んだ。グラタンって言うな。グラタンみたいな。いやでも本当に これっすね。これがめっちゃいいな。はい、そしたらじゃあこれ と, こ, れとでこの中でも好きなやつ。あこれもあんねや、はい、なるほど。待ってマジか、全然違いますねどれも。こういう縦長のやつも、はいはい、
ちょっと低いやつもあって。うわもう好みですね、ほんと好みだな、はい、じゃあ、もう本当にここは、神ちゃんほんとごちゃごちゃ言わんと、いや、そんな言ってないんだよ、そんな言ってない最低な思いしたごちゃごちゃ言わんと、神ちゃん待って、これマジでマジむずい、マジむずいわ、早くしてよ、もう、うん、本当に早くしなきゃって思うんだけどもう、もう、次手取ったやつ、うん、うん次手に取ったやつ、うん、これで、はい、OK、じゃあ神ちゃんにはこれと緑、はい、あ、ありがとうございます。あ、でもいいぞ、いいよ、いいよ、いいよ、いい、いい、はい、じゃあ海の、うわ、俺ちょっともうずっと黒松、黒松こっち、黒松こっちかこれなんだっけ、心拍、心拍、心拍、はい、心拍一点集中だったんですけど、その奥に見えたモミジが、そうですね、いいよね、ちょっとよく見えて、モミジにします。ちょっと待った、お、来た、嘘でしょ、ここで大波が動いたマジモミジを来たの、もうここ通った時から決めてました。えお願いします。あ、やばい、お、海山お願いします違う人に手出しごめんなさい。あ、ということはということは両方ダメ、両方ごめんなさい。何これ、ムカつくなぁ、モミジ山村モミジ、ムカつくなぁ山村モミジかいということで、私がこれなんでいや、じゃあ海の、海のモミジいいですか。いや、確かに海の似合うかもね、モミジ、なんかな、まあ、白と赤が似合うからな、あ、これにします。こういうやつですと、状況を出したいっていう場合ですと丸い鉢もありますし、あとこういう楕円形の鉢ですとちょっと情景が出たり、世界観が出たりっていうのもありますので、うわ、大変、これにしますわ。うわー、ちょっと勝負出たね、はい、それ難しいんじゃない、それお前に操れる、お前に操れるか、いや、やってみます、これはアタック、はい、いや、僕は黒松で似合う、ね、ちょっとまた待ちしてんだよ、いや、ちょっとじゃあじゃあ、あっち、いいんですか、安倍さん黒松選んで、いいよじゃあ器選んでいい、じゃあ器選んでいいですかじゃあですね、普通にこの職業の人になっちゃうこれにします。あ、いいね、いいね、いいね、はい、これにします、ね、ありがとうございます。じゃあ安倍さん、残るはこれか、これかな、これこれは、じゃあ心拍、うわ、マスカラつけすぎた10ポイント、10ポイント、これ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 ですよ、10ポイント、なんでここで、え、だとしたら今まで10ポイント1回もなかったと思う、初エンパリーだ、盆栽、盆栽モノボケポイントある、ね、盆栽モノボケ、盆栽モノボケ10ポイント1ポイント、ありがとうございます。これと、これってあれですよね、こう素焼きに入れるやつがいいですよね、うん、じゃあ私はこれ、はい、これで、これでいきます。いい、なるほど、じゃあ僕、じゃあこれいきますね、きた、これで、これ、あの水いっぱいあげたら育つんですよね、そうですね、じゃあ器これでおい、でかっ、めっちゃ育てる気や、もういいって、一人一ボケ、いいってすいません、じゃあこれではい、どうぞ、いきます、はい、はい、じゃあこれで進めていきたいと思います。はそれじゃあ、作業に移っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の、植え替え体験、この植え替えセットっていうのを用意しました、はい、これ全部込みでの、紹介になるんですけども、はい、もしその場合植え替えができないという方はですね、これだけでも販売しますので、この内容を1回説明したいと思います。ちょっと開けていただいて、はい、まず出てくるのがこの木ですね。これは植え替える際に使う、溶岩になります。赤玉土というものを使いますので、はい、これは食べれるんですか。食べれないです。モルモットですか。引き金が3本出てくると思います。大小あると思います。はい、あと、網が出てくる。網、穴が開いてます。それを塞ぐための網です。なるほど、はい、なるほど。これをすることによって土がこぼれなかったりとか、あとは害虫が入ってこないようにする、はい、という役割で、最後に、名刺みたいのがあります。これ盆栽 Q の QR コードがあるんですけど、この QR コードを読み込んでいただくと、初めての方でも分かるような盆栽の育て方の動画が出てきますので、初心者でも元気に育ててあげられると思います。はい、はい、ちなみにこれ23、24のイベント中に皆さんできるってことですね。そうですね、はい。じゃあまず下準備をしていきたいと思います。はい、この皆さん鉢があると思いますので、
これに網をくっつけていきます。で皆さんちょっと細長い、網になっておると思うんですけども、はい、海野さんは2つ穴なのでそのままでも大丈夫。あ、なるほど、そういうことか。で1つ穴の方はですねハサミを使ってこれを半分にしていただきたい、はい、ここで脱落しないように。確かに。もう、はい、切りました。はい。じゃあ、焦らすなや。焦らすなや。クリア、クリア。アミセッツ。ありがとうございます。ズチズチズチちゃうね。ちょっと難しいんですけども、はい、メガネっていうのを作りたいと思います。これぐらい、中くらいの針金が入ってると思います。ね、はい、で高速のジャンクションを作るようなイメージ。ジャンクション、初台みたいな感じですかね。いや、池尻よ。池尻だと丸まっちゃうので、はい、あ、なんで埼玉で池尻なんですか。美女ぐらいです。美女ぐらい、わからぎぐらいか。ちょっと分かりづらいんですけど、こういうメガネの感じ、難しい、これ難しいな。阿部さん、針金なくしてます。ちょっとお待ちください。お前、え、ちょ、なくすな。この小のやつか中のやつかと思った。阿部さん、阿部何してんだお前。でもね、じゃあ、そうです、言い忘れました。海野さんはあのそれをやらなくて大丈夫なんだ。お前何をやらんでえな。え、でもこういうことですか。これはそうです、そうです、それを使うんですけども。あ、先生、こういうことですか。これですか。それはタコですかね。あ、これ間違えた、これ、あの、アユのマークつけた。アユのマークつけた。アユの、アユのマークつけた。エルグランドの裏にやる。そう詳しいな。そうです、それを一方向に、倒していただきたいですね。こういうことですか。これ合ってますよ。あ、そういうことです、はい、ありがとうございます。いや、俺やってもらっちゃったんですけど。合ってますか、これ。これは何ですか。何ですかあら、できた。はい、はい、それを、はい、手の裏、あの中側に通していただきたいですね、はい、穴の中に通していただいて、これ上下違う方向向いてる、それを同じ方向に上か下に倒していただきたい、はい、あ、こういう、こういうことですか。ちょっと見せて。こういう感じ。あ、すいません、ありがとうございます。うーん、なるほど。これが何になるんや。全員やってもらってる。説明が下手です。すみません。これは、あ、もうそうです、完璧です。あ、完璧です。はい、で裏から針金が出ると思いますので、はい、それを左右に開いてください。あ、なるほど。そうすると網が固定できます。あ、なるほど。そういうことだ。はい、消えた。行きました。あ、あの、こんな体験なかなかできないですもんね。大人になってから。お前は何もやってない。でもそのちょっと待ってくれ。でも網を切ってもない。できないですもんねじゃない。こんな大人になってできないですもんねじゃないよ。でもできないですじゃない。先生がもう自らやってくださるから。先生に全部やってもらうってことが体験できない。こ、まあ、うしたらですね、もう今度は細い針金と細い針金。はい、して、はい、でこれも海野さんやる必要ないんです。いや、ちょっと待ってください。入っていい。いやいや、楽よし、楽戻っていい。あ、できたやつ、できたやつ、送るから。皆さんちょっと見ていただきたいんですけど、この短い針金にこの長い針金の真ん中ら辺を持って、はい、こうやってぐるぐるに巻きつけてください。はい、こうやって3回転ぐらいですかね。そうするとこういうブランコみたいなのができると。あ、できた。はい、できました。はい、そうしましたらこれを鉢の裏側から通します。そうするとこの針金がストッパーになって針金が上に来ないようにで、こういう風な形になります。で、これを何でするかっていうと盆栽と鉢を固定するために使います。なので後でこれを植えた時にこれでくくりつけるって感じですかね。あ、だから左右対称じゃないと。はい、で海野さんは、はい、あの穴と穴の間にそのまま針金を通していただければ大丈夫です、はい、え、これ長いやつですか。はい、中側から普通にここら辺と、はい、めちゃくちゃ楽なんです。先生、これ穴に入れるんですか。穴は入れてなくて大丈夫ですか。あ、そこは入れなくて大丈夫です。はい、そうしましたらいよいよ作業に移っていきたいと思います。じゃあそれぞれですね、苗を用意していただいて、はい、プラスチックのポットから取っていきたいと思います。基本的に、幹を持っていただいて、いいんです、はい、はい、引っ張っていただければ取れると思います。結構、はい、2年張ってるんですね。おお、そしたら
根っこを崩していきます、はい、で今、お手元に割り箸が2本あると思いますので、うん、その割り箸を持っていただいて根っこを、周りからちょっとほぐしていきたいと思います、はい、で今回作業をする時期が今ちょっと今暖かいんですけど、実際やるのは10月の後半となってますので、極端に植え替えのベストの時期ではないんですね。目安で言うと、まあ、3分の2程度ほぐす程度で大丈夫ですので、うん、先生この土はもう使わない、もう使わないですね。あ、そうなんだ。これは何でなんですか。この土ですと土の中の栄養分っていうのがなくなってですね、逆に酸化してしまってですね、植物にとっては成長に悪い条件で土になってしまいます、ね、やっぱり新しい土に入れてあげるっていうのが一番ですね。これやるとき根っことか傷つけないように注意するみたいなのがあるんですか。基本的に根っこをほぐしていただくので、ブチブチ切れるには大丈夫は大丈夫。強めにいってもいいってことですね。ただ時期的にそこまでベストではないので、まああまり極端にブツブツやらない方がいいですね。なるほど。周りがほぐれてきたらですね、こうやって長いのがもしかしたら出てくると思いますので、ハサミを使って切っていただいて大丈夫です。もうちょい行きますよ。脇の方をやる感じ。脇、はい、先生こんな感じでひっくり返してやってみて。はい、もうちょっとですか。こんぐらいですか。あ、でそれぐらいで大丈夫だった。 ありがとうございます、はい、オッケーです。こんぐらいですか、はい、こんなちっちゃくなんだ。チワワ洗った時みたいな。そっち細くなるけど、今日初めての作業だから分かんないよね。みんなやってたんだよね。ここまでのステップみんなやってたからさ。嫌だな、なんかその言い方。海の子はズルしてたもんね。ズル先生にやってもらってたもんね、うん、はい、大丈夫かなと思います。はい、はい、じゃあ早速植え替えていきたいと思うんですけど、はい、盆栽を植える際にでもそのポイントっていうのがありまして、はい、こういう丸鉢、皆さん丸鉢の方だとこの鉢の中の真ん中に埋まるように植えます。真ん中、はい、うん、逆に海野さんの場合みたいな楕円鉢とか横長の鉢ですと、左右どっちかに寄せてあげるとその余白の部分ができて、より空間ができて世界観が出る。なるほど。そうなんです。で今海野さんの木を見てみると大小が2本の木であると思うんですね、はい、こっちから見ると左の方が小さい木ってなると、土の方に風が流れてるっていう状況を出せるんですよね。なので右側に寄せてあげますと左に空間ができて、こういうことか、世界観ができる。なるほど。そうしましたら鉢を用意していただいて、でまずさーっと3分の1ぐらいですかね、若干少なめに入れていただいてですね、はい、ここで入れすぎちゃうと収まらなくなってしまうので、鉢を揺すってみてください。皆さん一回出した方がいいかもしれない、盆栽を。はい、すいません。これを出す。分かんないよね。うん、分かんないよね。ね、分かんない。いや、勝負じゃないよ。絶対勝ちてって言ってるけど。いいですね。一回こうやって揺すってあげると細かいのが落ちて大きいのだけ残ると思いますので、そうすると大きいのが下に行って水はけが良くなります。でもう一度土を入れていただいて、今度は真ん中に富士山を作るような感じで入れていただきたい。実際に富士山作った方がいいですか、大きさ的に。なあ、3000m、 3000m 超え。2ポイント何も返せない。フォローしてもらったのに2ポイントすみません、お願いします。何でお前が得点上げるんだよ。そうしましたら盆栽を中に入れていただきたいですね。崩すぐらい、前にあった土が鉢の縁の下に来る方が美しいですね。だから割と少なくて大丈夫です。少ないぐらい、うん、そうしましたら上からグググッと土を崩すように、木を持って土を崩してみて、そうすると下に押されて沈んでいくと思います。で海野さんの場合ですとどっちかに寄せるんですけど、はい、寄せるバランスっていうのもあるんですよね。そのバランスっていうのは個人の感性になるんで、海野さんがいいと思う場所に入れていただきたいんですけど、はい、割れますよ。一応見本になるのでいいのは作っ
ってもいいのかな。問われます。問われてますよ。いいけどな、これ十分。お前がええと思うのか、みんながええと思うか分からへん。じゃあ何こいつら。先ほどの巻いた針金をこの根っこを止めるイメージで結んであげるんですけど、これが一番の難関なんですよね。左側の針金を上にトルネードみたいに回すんですけど、両サイドから針金を持ってきて針金をこうやってやる、はい、でその際に気をつけなきゃいけないのが、その盆栽が鉢の真ん中にあるっていうのを気をつけてやる。木にくくりつけなくても大丈夫。あ、そうか、分かった。ここを、だからこういうことですか。ここをこうねじるってことですか。そうです、そうです。これで、うん、ありがとうございます、はい、で、一度それで、こんな感じですか。そうです。それができた方は、ここにやっとこっていうもう一つの道具があると思います。ペンチみたいなものです、ね、はい、それを使って、針金を引っ張ってねじるんです。きつくするって感じですね。でこの時もねじりすぎるとちょっと切れてしまうんですけど。あ、そういうことか。根元行っちゃってもいい。そうですね、もっと引っ張ってからねじっても大丈夫です。もうちょっときつくしてもいいですか。こう引っ張って、そうです。はい、そうしたらハサミで余った針金をちょん切っちゃってください。で、この切り口を、危ないので割り箸の裏側を使って根元に押し付けてあげてください。これ次回植え替えする際に次の人が手を怪我してしまうのもありますので、しっかり下向きにしてあげると。はい、そうしたら、はい、余白の部分に土を入れていきたいと思います。割とこの時はですね、ワンパンに入れても大丈夫ですね。大体ざっと一周入れられたら、先ほど使った割り箸を使って鉢の中に土を入れていく作業をします。この根っこと根っこの間に土を入れるって感じですね。意外と土が入っていくと思います。この作業はですね、しっかり止めてあげたいので、グッグッと中の方まで結構近いですね。結構この辺も入ってます。こうやってこの隙間に入っていって、そしたら減った分もう一回土を足していただいて、はい、外側をほぐすと入っていく感じ。そうですね、そのイメージで。うえぇ、大丈夫ですか。大丈夫です。いい感じにしませんね。ちゃんとしよう。教えてもらってんだよ。集中集中。もう入んないかな。はい、皆さん OK だと思います。はい、一応これで、この後水やりをして完成になる。おー、きた。じゃあこのジョウロを使ってお水をやっていきたいと思います。はいはい、お手本で一回私が見せますので、はい、でこの水をやる時のポイントが、皆さん考えられるのが優しくあげたいっていうので、はい、ちょっとこうやってちょろちょろってあげるんです。はい、そうするとこのダマが大きくなって土が暴れちゃうんで、逆に思いっきりあげた方が綺麗な水になります。なので、その綺麗な水であげるとしっかり土も動かないっていうんです。そうすると大量に水が出ると思うんですよね。こういう風な、はい、これが透明になるぐらいまで上げていただければ大丈夫です。これ葉っぱにもかけてもいいですか。葉っぱにかけても大丈夫です。結構いくんですね。はい、で上まで上がってきたらちょっと一回やめて、で様子を見て透明になったらって思ったらこれで終わりですね。はい、はい、そうですね。おー、いいぞ、座って。え座っていいぞ。なんで、お茶あるから。欲しいやつ。あ、じゃあ、なんで。どういう趣味やろ。いきます。みんな今後のこと考えちゃう。はい、そうですね。一回これをこうやって上げてあげると茶色い土が出るので、これが透明になるぐらいまで。ありがとうな。いや、どういうこと。
ありがとうな。お別れなの。こんなでもバーンってやるんすね。もっとなんか繊細なやつかと思ってました。大丈夫だと思います。はい、いいよ、俺のは俺があげる。あちょっと愛着湧いてるもんな。いやいい。うわすごい、ね、茶色いの。あ、分かりやすい。アメさん似合いますよ。あ、そう、めちゃめちゃ似合います、ね、全然かかってない。そしたら、一回足していただいて、はい、あ、大丈夫だった。かわいい。はい、かわいいね。大丈夫だ。あ、いいですね。あ、出てる。うわー、もう可愛いですね。かわいい。娘みたいな。いや、ほんと娘みたいな、ほんとに。かわいいなぁ。うわー、楽しいねぇ。うん。あ、オッケー。来た、海野だ。グラタン。グラタンに水やってみる。うぃうわー、まあ、いっぱい茶色の出てる。あ、茶色いね。うわー、焼き目ついてるやん。あ、いいね、いいね。こんがり。こんがり焼き目ついてる。こんがり焼き目ついてる。いいね。みんな可愛いですね。みんな可愛い。あ、出た。なんだっけそれ。お茶の。あぶき。目がかけんなって。あぶき。中国のお茶のやつ。テンポ悪っ。どうだ。あ、もうダメだ。あ、ずまーす。いや、いいですね。ああ、いいね。水をやるとより一層なんか、うん、生き生きとして、ね、生き生きしてますね。これで一応完成になります。よー、かわいい。一応これが、23、24のイベントではあの皆さんやっていただけるもやしになったので、はい、結構比較的初心者の方でも簡単にできる。そうですね、はい、で実際やる際はですね、我々あの一人につきますので。あ、そうなんだ。お気軽に参加していただけるかなと思います。これ自分で作ったやつ持って帰れたりする。そうです。あ、おー、でじゃあ今日僕らもこれ持って帰れる。そうですね。おっしゃー、やったー、嬉しい。これって全部赤になったりするんですか。これ、そうです、はい、うわ、いいね、はい、変化が見える。そうです。この実がまた取れて、はい、またなってみたいなことですよ。そう、来年の春あの花が咲いて、でまた来年実になりますので。すごい。お前これなんか、お前3年後はこれ阿部さん。何だマジで。すごいことになる。植え替えでああなる。あ、なるよ。ちょっと大きめの家買うか。はい、じゃあそれで、これで完了になりますので。ありがとうございます。はい、ということですね、はい、10月23日、24日、大宮駅徒歩1分の〇〇東日本にて、大宮が盆栽の街って知ってた、大宮盆栽村 in 〇〇東日本が開催されますので、うん、皆さんぜひお越しください。お願いします。待ってます。